こんにちは。あ、やばい、傾く。えい。あ、ちょっと待ってくださいね。昼公演見に行く。ありがとう。待ってるね。昼公演ありがとうございました。こんにちは。いただきます。夜ご飯はタイ茶漬けです。いただきます。おいしい。しみる。初見です。みんな初見じゃないのに初見です言ってるお茶漬けだよお茶漬けです。うん、こんにちは、うん、めちゃめちゃ。何グラした？何グラしました？誰でしょう？誰でしょう？わかるかな。で、わかるかな。ホットにしてきたらどうですか。コップに入れて電子レンジでチン。炭酸も。微炭酸。どうなるか。誰かわかるかなみんな。声でわかるんじゃないですか。当てれる人います。あ、こ、五人。お、え、やよいさんって。うん。うん。お、意外とそんな、意外とわかんないもんですか。声でわかりますけどね。皆さんわからないですか。あ、いい上を私絵文字でもう名前じゃなくて絵文字、せめて人のさ絵文字しおりさんですありがとうございます出演してくださいました。しおりさんです。うん。ニコ耳若たん可愛すぎた。ありがとう。にゃんにゃん。しおりさん。どうするんかな、温めはるんかな、気になるなホットが飲みたいって言ってはったから、うん、はじめまして。はじめまして。ありがとう来てくれて。夜公演はね、ちょっととっておきなあれをするんで、ぜひ見てください皆さん。あの配信でも見てほしいですね。私的にもうワクワクしてます。今からもうすでに私がずっと B2 でもしたいって思ってたことをするんで、ぜひ見てください。配信を現地に来られる方も楽しみにしていてください。ハロー I'm from Indonesia。 ハロー Nice to meet you ありがとう。ワクワクが髪型に現れてる。確かに髪型からはっちゃけてるかも。猫です。お茶漬けなんやかん久しぶりに食べたかも。最近あんまり食べてなかった。お茶漬け美味しい。You are very beautiful. Thank you. 今までで一番可愛い。マジ？嬉しい。ありがとう。
れ様です。ありがとう。こんにちは、こんにちは。ありがとう、嬉しい。初見さんがいっぱい来てくださってる。ありがとうございます。青原若です。よかったら覚えてください。若たんです。X とインスタもしてるので、ぜひフォローお願いします。おはようございます。若たん NMB で。ありがとうございます。こんにちは。これは昼の髪型ですね。まだメイクしてないので。弥生さんとは辰本姉妹ですかって。いやいや、そんな姉妹なんて恐れ多くて。でもその行動がね、似てるって話をしたんですよ、 MC で。でもほんまにめっちゃ面白いぐらい、あの2人でしでかすタイミングが被るんです。こんにちは、こんにちは。嬉しい。時間帯やからか、いつも見ない方がたくさん来てくださってる。嬉しい、ありがとうございます。こんにちは。夜公演もよろしくお願いします。6時からです。お、なんばら10月6日、そうです、出るんです。皆さんぜひ会いに来てください。日曜日昼夜公演です。さっきの MC 終始息切れながらブワッと話し始めたの、じわった。え、ほんまにね、ロックの後やからマジでもう息が上がりすぎて、あの後本当に曲紹介の時とかもいつもうおーってなるんです。そうだから今日も息が上がりまくってて。公演1時間前でこんな落ち着けるのって。いやもう落ち着かないと、あの息を整えないとちょっとね、全力出せないんで落ち着いてます。でももうちょっとしたらメイクいきます。東京の MC うまいと思いました。嘘、全然まだまだです。ありがとうございます。ヒリオル申し込んだよ、ありがとう。皆さん夜会も見てくださいね。かわいい、ありがとう。遊びに来たよ、ありがとう。みんな最近 B2 は昼夜が多くて、だからなんか慣れてきました。なんか習慣化じゃないけど、なんか夜公演があるのが当たり前になってきた。だから全然なんか体力も全然なんか前よりは残ってるというか、体力がついてきたかも。なんかね、足の持久力がめっちゃついた気がする、 B2 になってから。でも逆にその他の公演に出た時に違う筋肉を使うから、あの他の筋力が落ちて、なんか足の筋力だけがどんどん強くなっていってる。え、何ぐらいやらないの？こんにちは。前いいですか？どうぞ。失礼します。こんにちは。お隣いいですか？どうぞ。あ、ごめんなさい。暴れて。間違えた。やば。よさこいで鍛えた体力。よさこいは全然体力あれでしたけどね、全然なんか激しいけど、公演の方がもっと激しいかな。もう本当になんか公演によってね、使う筋肉が違うんですよ。だからこう、なんかナンバラとか出た時はなんか上半身が筋肉痛になる。笑顔が素敵、嬉しい。次世代コンで体力ついた。確かに次世代コンなかなかハードやったから。まこさんの次世代ライブのロックすごかった。
こんにちは。嬉しい。笑顔好きです。ありがとう。こんにちは。ラブ&ピースの若田誰よりはっちゃけてる。嬉しい、そう言ってもらえて。本物の耳はどっち？青春公演瀬戸利強強それな。マジで 神曲揃い大好き。皆さん何の曲が好きですか？もっとね、うん、ほんまや。いやー、あやかさん、わかちゃん、わかちゃん、あやかさん。これさ、なんだったっけ、お題。14年前の自分の気合い。ロックの後はこっちも水分補給しないとやばい。皆さんも水分補給して、ね、ほんと取ってください。いっぱいコールしてくださって、喉がね、カラカラになっちゃうから。本当に水分補給大事ですよ。どの公演がやってて一番しんどいかなって。まだ6歳、どの公演やろ。計算せなあかんか。でも22、14、8やな。なんか世代交代かも意外と。この前久しぶりに出て、あのオープニング3曲とかなんかのしんどさはほんまに世代交代がぶっちぎりやなと。やっぱアドレナリンかな。アドレナリンがやばくて、思春期のアドレナリン。そうって並べん。意外と世代交代が一番しんどかったかもしれへん。でもなんかそれをやってきたからこそなんか良かったかも。一番初めの公演がそれで。だからそう。でも結構あの他のメンバーさんたちは大春って言ってある方多いけどね。わかんない、人によるんかも。こんにちは。何がいいかな。14年前は私6歳、彩花は8歳、彩花はでも8歳やろ。うん、8歳の頃。ありがとうございます。8歳の頃の記憶があんまないかも。皆さん小学1年生小2かじゃあ小 3? 小3。嘘、言うセリフが全部知的に聞こえ。そんな言われたことないよ。ありがとう。小3か、世代交代とアホラウンドルやばい。確かにね、あの中盤に結構なんかハードな曲が入ってくる。ご飯食べます。ご飯食べながらナングラします。で隣に若と池本がいます。わーい、元 B2 と今 B2 です。リバイバル公演で若田の姿を見てめっちゃ感激しました。嬉しい。またいつかしたい世代交代も。皆さん14年前、私8歳なんですけど、8歳の自分にやっとけばいいよ。猫ちゃん部屋かわいいね。ありがとう。にゃんにゃん。私は結構リアルガチでダンス習っとけばよかったって後悔してますね。こんにちは。自分を考えてたの、外で運動しときゃいい。大事。こんにちは。こんにちは。なんか昔ダンス習うみたいな、実は提案されてたんやけど、なんかあの人見知りやばすぎて。皆さん夜ご飯何食べるんですか？それでやらなかったんで、やればよかった。茶漬けってなんでこんなに美味しいやろ。美味しい。うん、うん、喉鳴った。あとは友達と遊んでたね。うん、確かに外でずっと遊んでた。日焼け止め塗ればよかったな。こんにちは。ほんまにそう。うん。いいな、焼肉食べたい。友達と遊んでた。タン食べたい。外で遊んでた。焼肉最近行ってないな。行きたい。外でもね、あんま。ラーメン食べたい。どこのお茶漬け？中？どこやろこれ。どこのお茶漬けのやろ。うん、夏。分からん。分からんけど、お弁当のなんかお茶漬け。また聞いときます。でもこれほんまに美味しい。美味しい。お茶漬け界の中でトップやと思う。ほんまに美味しい。これね、
はなんかいろんな種類あるんやけど、鮭とか、これ今日はタイ味噌なんやけど、明太子とかも美味しいね。弟と喧嘩しすぎなんで、弟と喧嘩しすぎるのようにしよう。いいな、お好み焼きと焼きそば、いいね、ソース、うん、好きやのマンゴー、気合を入れなきゃ、飲んだ、あれ美味しい。そう、皆さん、あの好きやのシェイクがマジで美味しくて、あの劇場近くの好きやに売ってるんですけど、なんかすき家はすき家の中でもあの店舗限定なんでないところとあるところがあるんですけど、シェイクがねほんまに美味しくて、ぜひ皆さん劇場に来られた際にはすき家のシェイクを飲んでください。ありがとうございます。すごい嬉しい、結構ややった、褒められちゃった。ありがとうございます。めっちゃに私はでも10じゃない、お疲れ様です。猫ちゃん、猫ちゃん、猫ちゃん、どうも後悔してない。お仕事お疲れ様、お疲れ様、みんな本当に毎日お疲れ様。いっか、外で運動して気合い、確かに、え、気合い、気合いが必要、これ気合い必要、これ、誰か答えてください。誰でしょう、猫さん。そんな小1で黒歴史とかさすがになくない？黒歴史なくない、昔って。逆に小1記憶あるのに、わからん、何やろな、自己紹介とか恥ずかしかったした記憶ない、恥ずかしかった、全然記憶ない、ほんまに記憶ない、った、もういっぱいあるわ、やか、ほんまに人が怖かったもん、ちっちゃい時。ねえ、答えてくれないの、お好み焼き、いいの、答えてくれないの、お題、気合い入れる、気合い入れること、え、わか、お題さ、これって気合い必要、14年前の、え、私全然気合い要素ないです。あ、なくていい、ほんまに、はい、え、わかんないです、わかんない。でもお題でも全然わかの一言気合いじゃないです。よく考えたら。え、そう、今ね考えてたら、全部気合いじゃないから、気合い入れるの必要か聞いてるけど、みんな答えてくれる。優しい人教えて、気合い、でもお題はなんか気合いの入れる一言でした。でも全然私なんかそれちゃいました。気合い、ツイートしよう、何グラ、でもいっぱいある、こんにちは、気合いって言ったら何か、気合いって言ったらむずいですよね、なんか、もうちょっとでも勉強受験です、最近 MB 知って分かったに沼ってしまった、え、嬉しい、待ってる、絶対いつか会おうね、ありがとう、嬉しい、自分の思ってることを言った方がいい、ありがとう。みんな気合よりアドバイスが多いイメージ、あ、なるほどね、なんか気合よりアドバイスが多いらしいです、アドバイスが多いんや、ありがとう、ありがとう、助かる。ファンの方情報、ツイート待ってんね、はい、分かってほしい隊の皆さん、ありがとうございます。分かってほしい、一応分かり隊でやらせてもらいます。分かり隊の皆さん、ありがとう。頑張れって感じのこと、握手会でもワンニャン対決するんで、姉妹でメイド服でワンニャン対決するので、ぜひ来てください。10月27日の神戸のワールドキネホルの一部でするので、こんな感じでやるので、ぜひ皆さん会いに来てください。来週、今週の、来週か、来週の木曜日からまた多分イベントの受付始まるので、ぜひお待ちしてます。後悔してない、気合い、でも普通にちゃんと勉強とかしやって感じ。あ、そう、この後公演の後ね、21時からリオピの配信に青原姉妹でお邪魔するので、ぜひ中学から皆さん来てください。そんな頭いいの？え、よくなかった。2回会えますよ今日は。あとね、ルームスの配信もするから待ってるね、みんな。皆さんぜひお待ちしてます。ルームスの配信はなんかもっとのんびりふわふわな感じでやってるので、ぜひ。そうなんだ。待ってます。今途中で10個行き始めてる。今何時か分かりますか、皆さん。何時だろう？メイク大丈夫かな？
あ、でも確かにそう、学校の勉強とか将来使わんって思っとったけど、嬉しい、めっちゃ今日初見さん来てくれてる、ありがとう。わかたんこと青原わかです。5時5分、お、やばいやばいやばい、ちょっとじゃあ終わります。私メイクやばいんで行ってきます、ね、ちょっとランキング見ますね。13位、みーちゃん、ありがとう、ありがとうございます。12位、じゅんいち、ありがとうございます。11位、スーパーソブさん、ありがとうございます。10位、ゴットちゃん、ありがとうございます。9位、たかまささん、ありがとうございます。8位、こちゃん、かぶさむりだ、ありがとうございます。7位、ちゃんしもさん、ありがとうございます。6位、さかくっちゃん、ありがとうございます。5位、のはらしんのすけなすけさん、ありがとうございます。4位、さとしさん、ありがとうございます。3位、炭酸せんべいさん、ありがとうございます。第2位、かえでちゃん、ありがとうございます。で、第1位は、つるるるるん、つっちゃん、ありがとうございます。つるるん、つっちゃん、つるるん、つるるん、ドラムロール隊で毎回やらせてもらってます。めっちゃおもろい。じゃあ皆さん、さらば、ギャル声も見てください。ほんまに、はい、あ、お支払い受付始めた、今日の11時59分までなので皆さんお支払いお願いします。じゃあね、また喜んで会いましょう。バイバイ。